はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、かしみとでございます。はい、今回は、呪詛者の42話の感想でございます。42話ですけど、いやー、戦い方がすごかったですねっていう感じです。ちょっとざっくりしてますけど、すいません。それもリアルタイムで見れませんでした。ということで終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。